What's up? Welcome to Green Channel. はい、おはようございます。というわけで、クリーフにやってきました。僕の地元、長崎県の、多分長崎県の人だと思うんですけど、僕のね、地元の、知り合いの方と一緒に、はい、もう友達と呼んでいいのか、ちょっと微妙なところなんですけど、お知り合いの方と一緒に、ちょっと、このクリーフをね、ちょっとガイドしつつ、僕、ここは地元じゃないんで、ガイドできるかどうかちょっと微妙なんですけど、やっていこうと。ちょっと、ガイドみたいな感じで場所を教えながらやっていこうと思います。はい。今日一緒に来てくださってるね、方はトッパーですからね。もうトップウォーターしかならないという感じの方ですので、ちょっと僕もね、朝一はね、トップウォーターで遊んでいこうかなと思います。あ、今食った。あ、ちくしょう、いたいたわ。よし、あー、ちっちゃい。やりました。カバー打ちっすけどね。うい、37とか35とか。一回外したんすよ。一回バレたっていうか、ミスバイトして入れ直したら食ってきたっすね。ジカリグっすね。パッドイップの。パッドイップ。パッドイップっす。うおい。いたなぁ、カド。追いかけてきた。同じやつだな。よっしゃ、食った。入ってた。川の中。よっしょ。でかいでかい。よし。うい。あそこの川だったね。あそこに川に入れて、バギーフローで、バックスレッドを口込んでいったら、当たりもなく、ふーっと。入ってった。綺麗。尾びれまでパンパンに肉詰まってる。いいバス。やったね。ちょうどこの辺だったもんね。多分ね、左のあの緑色のブッシュから出てきたんじゃないかな。多分だけど。どっちかな。こっちのティンバーか。緑のブッシュか。多分ね、緑のブッシュだと思うんだよね。ポチャンって行って糸だけ出して、流れに揉まれながらこういう軌道で多分ね入っていってるはずなんで、それで出たね。ああ、やっぱ魚は日陰意識してるな、これ。
言いますっすね。絶対芋虫。すごかったよ。やっぱこれやね、芋虫やね。結構いいっすね、しかも。大きかったよ、出方。太さもいいし。ちょボイルもあったと思うんです、そこで。で今、ボイルありましたよって言おうとしたら、ジャバジャバって聞こえたけど、何事かと思ったら。よかった、ありがとう。よいしょ、ほい、真っ黒、イエス、はい、真っ黒のシェードバス。ちょうどスッと落ちてスライドで食ってくれなくて、フッて上に上げてチョンってやったボイルオンみたいなドホッていうね音が聞こえたんで、食ったのかなと思ってクッて騒げたら重かったから、よし、まあ、このサイズが抜けたっていうのもあるよね。でかかったらどうしようかなと。小ぶりだけどね、綺麗なシェードの筋肉パンパンに詰まったいいバスですね。はい、レギュラーサイズ。よっしゃ、食った、でっけえ。よし、でっけえ。うわ、やべえ、うん、カツオ、あでかガチか、これやばいです。ジーアー、これはエグいの来たな。スーパーモンスターいただきました。ハイランド、でかいですね。 GI でやばいモンスターいただきました。この腹肉付き楽勝の多分2キロはあるんじゃないかなと思います。 54.3.5 ぐらいのバスでした。おお、映える。このでかさは映える、さすがに。よし、